こんにちは。では1月号の近代史文書の解説を行っていきます。では1月号の近代史文書は2行で良寛の詩を書いていきます。まず、お手本で、注意するべきところは文字の大小や造形の変化をつけていって、まあ、横に膨らんだりこう閉じたりっていうような全体の流れを文字の大小や造形の変化を使って書いていってください。でその中で墨色の、墨の量を墨量を変化させていくことによってメリハリがその中でさらに効いてくるので、墨を入れるところはたっぷり入れて書いてみてください。こういった点がいくつも近い距離にあるところもなるべく筆の当て方をこう叩いたり押し付けたりちょっと触っただけだったりっていうような角度を変えてなるべく線の変化を一文字の中につけていくように書いてみると変化が出ていいと思います。思いっきり墨量の変化をつけて、まあ、この辺この辺この辺りあとはまあこの辺りこの辺りに造形の変化と墨量の変化をつけていくとメリハリが効いてきていいと思うので参考にして書いてみてください。